カナエじゃない？お姉ちゃん誰？カナは矢坂カナ子って言います。住所は山の中で、泣きません。カナは強い神様ですから。カナの国は山の国、神を縛る縄は真意の象徴。この輪を通る者は時と場所の境界を越えちゃいます。神秘ヤマトトーラス。カナの雑誌に風が吹く、まるで大きなふいごみたいに。どうしますか？ぜーんぶ吹っ飛んじゃいますけど。風吹く新地嵐。川を使えばもっと綺麗な鉄が作れますよ。仕方ないですね、お姉ちゃん。カナがやり方教えてあげます。カンナ流しと藤鶴の籠。もう泣いてる。見ないで。ダメダメ、仕切り直しです。キリ、カナは先人にして軍神にして武神です。さあ進行しちゃっていいよ。